こんにちは、ミニマリストのぞみです。このチャンネルではミニマリスト歴9年の私が物や家事を最低限にして自由に生きるコツを発信しております。今日はおすすめのリビングアイテムを5つ紹介していきます。よろしくお願いします。本編の前にお知らせさせてください。ワンピ一着で子育てをするミニマリストのぞみ初の著書、物も家事も最低限、子供とミニマルに暮らすが今日から発売中です。4月26日の本日から発売になっております。こちらは何が書かれているかっていうと、私の考えを凝縮した片付けメソッド3ステップや1日2時間以上の自由時間を手に入れる、家事時間が劇的に減るコツ、子育てをミニマルに楽にする方法や自分らしく生きていく価値観の話など、自分時間を大切にするための超合理的生活術のすべてが書かれております。こちらですね、予約開始期間中ですね、3月15日から予約を開始したんですが、その期間中から発売までのその予約期間中にすでにね、Amazon 総合1位を獲得できたりとか、ベストセラーを取ることができました。そして皆さんのおかげで初版部数が倍近くまで大幅に増刷しました。こんな感じでね、かなり反響をいただいている本なんですけれども、ぜひね、皆さんにも読んでいただきたいなと思っております。まだね、買ってないよっていう方は概要欄に Amazon のリンクを貼っておくので、ぜひね、そちらからご購入いただけたらと思います。でこちら Amazon のレビューを書いてくれた人限定で、片付けのヒアリングシートとチェックシートというものをプレゼントさせていただいております。そのリンクも概要欄に貼っておくので、ぜひね、買ってレビューを書いたよっていう方はそこからプレゼント、2大プレゼントも受け取っていただけたらと思います。はい、ということで、それではじゃあ今日はリビングのアイテムについてね、5つ紹介していこうと思っております。全てこちらのリビングアイテム5つに関しては概要欄に商品リンクを貼っておくので、気になるなっていう方はぜひね、そちらから詳細を見ていただけたらと思います。まずは1つ目はですね、ピタフィーですね。ピタフィーはこんな感じで、かなり薄いペラペラの素材の床の吸着シートになっております。これはいろんな色があるんですけれども、我が家は LPF521 っていうウォールナットという色のものを選んでいます。色が結構白くてですね、部屋が一気に垢抜けるんですね。ビフォーの動画も載せておくんですけれども、こんな感じで結構重い茶色で重厚感があるものだったのが、かなりね、白くなって垢抜けたことがお分かりいただけるかと思います。でこちら前の家、引っ越す前の家でも貼っていたんですけれども、水が全然下に入らなかったんですね。子供がよく本当に物を、水とかね、牛乳とかをこぼしてしまうんですけれども、ジョイントマットとかだと隙間からね、どんどん水が入っていて、その下、ジョイントマットの掃除ってかなり大変かと思うんですけれども、ピタフィーは本当に隙間をぴったり埋めて貼ることができるので、液体も全然入っていませんでした。実際に1年半前の家で貼っていても、汚れとかあと水もね、入っていなかったので、下の方がよく心配されることがあるんですが、カビてしまっていたとか、そういったことはね、全くなかったです。でこちらは床が傷つかない、フローリング自体が傷つかないので、これは今私は賃貸に住んでるんですが、賃貸暮らしにも本当に最適だなと思っています。で友達が家に来るときにいつもこれは言われることで、子供がおもちゃをたくさん投げてしまっていても床のダメージがなくていいなというふうに言われて、私もそれはね、日々実感しております。我が家は4歳と2歳の子供がいて、本当に物を投げたりとか普通にするので、それでね、床が傷つかないということはすごくね、ありがたいなと思っています。私の家ではリビングダイニングと、あとプレイルームにしている部屋にも敷いているんですが、キッチンにも敷いています。よくキッチンだとキッチンマットですね、布とか透明なものとかをね、敷いている方多いと思うんですけれども、これがあればマットを敷かずにね、キッチンってかなり汚れると思うんですが、その汚れもすぐに拭けば落ちますし、見た目的にもすごく綺麗なものになっています。こんな感じで結構細かいところもカッターを使えば切って貼れるので、ジョイントマットとかよりも見た目が綺麗になりますし、汚れも入りにくいと思っています。2つ目はポップインアラジンです。
このポップインアラジンを買ったことで我が家はテレビとテレビ台をなくすことができました。これで本当にいろんなものが見られるので Amazon プライムとかあとは YouTube、Netflix なども大体これで見ることができています。中南をつなげばテレビも見ることができますし、我が家の場合は DVD プレイヤーとつないでいるのでよく子どもの DVD などもこれでつけて大画面で見たりしています。よく昼間につけると見にくいんじゃないかっていうふうにね言われることがあるんですけれども、もし明るくてもこんな感じでカーテンを少し閉めれば問題なく昼間でも映すことができます。ポップインアラジン自体にさっき YouTube とか Netflix も入ってるって言ったんですけれども、子ども向けコンテンツもたくさんあります。等身大動物図鑑とかこんな感じでね絵本などもあるので、これ1台でも特にその我が家は DVD つないでますけれども DVD プレイヤーとかつながなくてもこれだけでも楽しめるものだと思っています。3つ目はストッケのトリップトラップです。これは子供がうちは2人いるんですけれども、それぞれ1つずつこの椅子を使っています。色は本当に何色もあるので、お好きな色をね自分の好きな色を選べると思うんですが、我が家は他の家具の色と合わせてヘイジーグレーというものをね2つとも選んでいます。これはこんな感じで高さとか幅が細かく設定できるようになっているので、この高さと幅を調整することで子供から大人まで使うことができます。また背もたれの形が結構特殊だったりですとか、高さを合わせることで子供が足をしっかりつけることができるので姿勢を正しく座ることができます。でこれは赤ちゃんの頃も我が家は使っていて、その頃は専用の部品がストッケから出ているのでそれを使っていました。で6ヶ月ぐらいから座らせていたりとか、新生児の頃もベッドのようなものを取り付けられたりとかするので、それでね一緒に食卓を囲むということもねできるようでした。4つ目はイデアコのティッシュケースです。これは結構見た目に反してずっしり結構、ね、適度な重みなんですよね。なので片手でティッシュを出すことができます。よくティッシュケース軽いものだとティッシュを出すときに両手を使わなきゃいけない、片っぽの手はティッシュケースを押さえても片っぽの手でティッシュを取るとかしなきゃいけないと思うんですけれども、これは適度な重みなので片手でねティッシュを出すことができます。でこんな感じで簡単にティッシュをね入れることができます。毎日ティッシュって使うものなので、そういったものをねちょっと質の良いものに変えると自分が見た時にも嬉しい気持ちになるのでいいなと思います。5つ目はウェットティッシュですね。これはハグマムっていうところのウェットティッシュになっています。買ったきっかけとしては子供が生まれた時にお尻拭きとしてね買いました。お尻拭き専用じゃなくて他にも手とか口を食事の時に拭いたいですとか、あとはうちは結構ご飯を食べた後にさっとテーブルの上とテーブルの下をこれで拭くんですけれども、そういった簡単な掃除にも使えます。柔らかいので使い心地も非常に良くてですね、これはね先ほど言ったようにうちの娘が赤ちゃんの頃新生児の時から使っているものになっています。やっぱり見た目がシンプルっていうところなんですけれども、白色のワンカラーなのでテーブルにポンっていう風に置いていてもごちゃついた感じが少なくてうるさくないものなんでいいなと思っています。でこれはテーブルの上とかじゃなくてカバンとかですね、外出する時にも持ち歩くんですけれども、そういった時にもカバンに入れておいてもねごちゃついた感じがなくてすごく気に入っています。今日はおすすめのリビングアイテムについてお話ししました。少しでも参考になったよという方は、この動画にいいねやチャンネル登録をしていただけたら嬉しいです。次回も私たち4人家族がミニマルに暮らす方法やメリットをお伝えしていきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで見ていただいてありがとうございました。